札幌証券取引所では午前9時の取引開始から全ての銘柄で売買を停止しています。トラブルが発生した東京証券取引所と同じシステムを使っているためで復旧の見通しは立っていません。札幌証券取引所に入りますと北海道の銘柄の株価ボードがあるのですが、ボードには売買停止中の貼り紙がされています。札幌証券取引所には58社が上場しています。売買が停止されるのは2018年9月に起きたブラックアウト以来です。